本人選手の活躍や屋外でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレーが飛び出す。最後に勝利するビバナチームはどっちだ。ゴルビバ泉田琴奈プロ天野純一チーム対北田瑠衣プロ中村直人チーム。ルールはベストボール方式で5ホールのマッチプレイ。スコアとミッションクリアでポイントが加算。合計ポイントの多いチームが勝利です。柏崎カントリークラブ8番ホール、レギュラーティーから146ヤードのパー3。距離から見てもピンをデッドに狙って行きたいホールです。8番ホールパー3です。今回はあちらの木の斜面からグリーンオンさせるのがミッションとなります。それでは皆さんよろしくお願いします。北田プロ、こちらのショートホールはどういったところがポイントでしょうか。距離的には打ち下ろし見て154とかなんですけど、風がちょっと難しいなと。どっちに風が吹いてるのかなと。ナイスショットです。あれ5、3、グリーンオンです。お見事です。いやフォローだね。続いて岡村さんのティーショットです。おナイス、方向もいいんじゃないですか。ナイスナイスオンです。続いて泉田プロのティーショットです。左カットカット、うん、ちょっとグリーンの奥にバンカーの奥に行ってしまいましたかね。天野純一さんのティーショットです。ティーショットも非常にいいところに、いいところに行きました。ナイスオンです。ピンから一番近いですかね。お見事です。まずはティーショットが終わりました。アマチュアのお二人がかなりピンに近い位置まで飛ばしましたけれども、まず天野さんどうでしたか。はい、今日ちょっとフォローで、はい、思いっきり振れば8番でも届くんですけど、無理したいで7番で軽めに打ったらうまくいきました。順調ですね。はい、やっぱ中村さんも、はい、いいティーショットだったと思うんですけれども、やっぱりこうフォローは強かったんですけど、ちょっとやっぱり気温が低いせいか思ったより距離が出なくて、8番アイアンでもちょっとやっぱりちょっと手前で足らなかったですね。今回はですね、北田さんにこれまでなんかこう印象に残ったファンの言葉だったり、なんかこう試合でどういう言葉をかけられて嬉しかったかっていうのを、今ねコロナ禍で、無観客試合もあり、今年から徐々に有観客になって、ファンの方とかね応援してくださるその声が、選手にとってはすごく心強いっていうか力になるので、やっぱりこう徐々にこう普段通りに戻っていってもらえればねいいのかなと思います。ね、これから泉田プロは、ね、まさにその状況になっていくわけですけれども。そうですね、はい、でも今まではそういう経験をしたくて練習してきたので、まあ、それを、楽しむことが一番かなと思ってます。こうたくさんテレビで活躍している姿を見せて新潟県民の方に活躍を見せたいという話もされてましたが。そうですね、はい、テレビももちろんですけど、やっぱり自分のプレーを生で見ていただけるように、まあ、迫力があるようなプレーができるように頑張りたいなと思ってます。
それではミッションです。こちらの斜面からグリーンオンをさせるという対決になるんですけれども、ゴルフ始められたばっかりの方ももしかしたら視聴者の中にはいらっしゃるかもしれないので、こういった状況でどうするのがいいのかというのを教えていただきたいです。まずじゃあ泉のプロ、どういったところにちょっと警戒したいですか？そうですね、やっぱり手前にまずバンカーがあるので、まず距離感をしっかり出さないといけないのと、まあグリーンも左側をちょっと広く使ってもいいのかなっていうのは思いますね。あと風もフォローがあるので、思ったよりもこう転がっていくのかなっていうのは思います。つま先下がりはだいたい右に行くって思うんですけど、行くから引っ掛けるっていうミスも出てしまうので、そこも塩梅が必要かなと思ってます。難しい状況が揃ってるので、はい、まずはこうキャリーの距離感ですよね。風も計算しないといけない、傾斜も考えないといけない結構考えることがいっぱいあるので、うん、ちょっと悩むところがいっぱいあるので、ちょっと難しいかなと思いますね。それでは今回もじゃんけんで順番を決めたいと思います。最初はグーじゃんけんポン勝ったお任せします。あとはいいですよね。どっちあえて先行きますか。じゃあ行きます。はい、じゃあ先行きます。では泉田プロチームが先行、北田プロチームが後攻ということになります。いいですね、はい、どうしようでしょう。お、止まれ。これは一番やっちゃダメなやつです。うまっ。いや、こんにゃもうだろう。参りましたプロの皆さんからのうまっという声が漏れてましたけれども、いや、これは参りました。あー、ダメ。ゴッゴッ、ナイスオン。いや、でもさ、全然いいですよ。ナイスです。さあ、またさ、でもまた乗ったけどさ、勝負はなんだな。うまっ。いや、ゴッ、マイケ、マイ、お、ナイス。止まっちゃうのか。今回は両チームともミッションクリアという結果になりました。おめでとうございます。ゴールインワン。ちょっと距離が長いんですけれども、どうでしょうか。では北田プロのバーディーパットです。あ、ちょっと右に出しちゃった。ナイスです。はい、ちょっとで前です。ナイスです。続いては泉田プロのバーディーパットです。お願いします惜しい。本当あと少しのところで手前で止まってしまいました。ナイスパーです。天野さんパーパット。続いて中村さんのパーパットです。ナイスパー、ナイスパーです。非常に熾烈な戦いでしたね。今回は北田プロチームパー、そして泉のプロチームもパーで、スコアは0対0のドロー。ただミッションはどちらもクリアということで、1対1、トータルが北田プロチーム2点、泉田プロチームが4点ということで、結局差は縮まらずっていう感じなのでなんね、天野さんミッション素晴らしい方ですね。 ありがとうございます。そうですね、まあそういうところにいっぱい行ってるということだと思います、はい、やっぱり苦労した分だけ、はい、皆さん最終ホールも頑張っていきましょう。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。次週9番ホールは北田瑠衣プロの逆襲、お楽しみに。